ダニエル・ブーンダニエル・ブーンは、アメリカ合衆国の開拓者、探検家。アメリカ西部における初期の開拓者として、ケンタッキーを探検し、狩猟活動を行った。ブーンの勇敢な冒険団は小説にも書かれ、アメリカのみならず、世界的にその名を広めた。ブーンは、勤勉なクエーカー教徒の両親に持ち、ペンシルベニア植民地の辺境で生まれた。 農夫であり家事屋であった両親からはタニヤの手ほどきをほんの少し受けただけで学校教育はほとんど受けなかった。狩猟とケニ屋を愛し独立心に富んでいたブーンはすでに13歳の時から狩猟し鉄砲打ちの名人であったという。1750年には両親と共にノースカロライナ州に移住した。1755年イギリスとフランスと間に発生した。 フレンチ・インディアン戦争に加わっている。イギリス側で参加していた、ブーンの部隊が敗北したため、ノースカロライナへ帰っている。1756年には近所に住むレベッカ・ブライアンと結婚し、父親から農地を買ったものの、熱心に農業をすることはなく、ブーンの生活の中心は冒険と狩猟であった。ケンタッキーの地には、ブーン以前に多くの白人が立ち入っていたが、 ブーンの冒険団が伝説化して後世へと伝えられた。ブーンが初めてケンタッキーで狩猟を行ったのは1767年である。1769年にブーンは仲間と狩りをするために再びケンタッキーへ向かい、仲間が帰った後も1771年まで一人でケンタッキーに残った。その後、1773年にノースカロライナにいたブーンの家族と、 他の数家族を率いて、ケンタッキーに戻った。だが、間もなくインディアンの襲撃に遭い、ブーンの息子と仲間の一人が殺された。1775年、ブーンと28人の仲間は、トランシルバニア会社に雇われ、たびたびインディアンの襲撃に遭いながらも、ウィルダネスロードを切り開いた。この道は、当時、バージニアの東部からケンタッキーを越えるための唯一の道となり、 西部への白人の入植を可能にした。ブーンはその中心部にブーンズボロという町を建設し、家族と共に住んだ。ケンタッキーに入植した初めての家族であり、ブーンの妻と娘はケンタッキー川岸に立った最初の白人女性であったと言われている。バージニアの軍となったケンタッキーで、ブーンは民兵の隊義となり、インディアンと戦った。1778年に、 インディアンの小人族に捕らえられたが、その主張の信用を得て、養子となり、5ヶ月後に脱走して、ブーンズボロに戻った。その後、イギリスを味方につけたインディアンの襲撃から、ブーンズボロの他2つの町を防衛した。ブーンは、バージニア州議会の議員に選ばれ、人々に尊敬される生活を送っていたが、ビジネスの際はなく、ブーンが所有していたケンタッキーとウェストバージニアの土地を、 次々と手放すことになった。その後、ブーンは、すでに息子が住んでいたミズーリ地方に移り住み、死ぬまで狩りや探検をしていた。そして1820年、ブーンは、アメリカの初期の開拓者として、自然とインディアンと戦った障害を、そして、アメリカという新しい国が国家として、その領土を西へ西へと拡大していくのを、つぶさに目撃してきた長い障害を、 86歳で終えた。ケンタッキーはアメリカ独立後にバージニアに併合されたが、アメリカが西部を領土として獲得した初めての地となった。ブーン夫妻の遺体は25年後にケンタッキーの地に戻り埋葬された。インディアンと戦い、彼らに認められるほどの頑強な体を持ち、荒々しい自然と戦い征服したダニエル・ブーンは、 西部開拓時代へのロマンチックな教習と重なり、現在も多くのアメリカ人にとってのヒーローである。フェニモア・クーパーのデザーストッキング物語の主人公はブーンがモデルだと言われている。ジョン・フィルソンのケンタッキーの発見と植民と現状というブーンの伝記はヨーロッパでも読まれ、さらに詩人ジョージ・ゴードン・バイロンが女子詩ドン・ジュアンの中でブーンを賛美してから、その名は 世界的に広まった。ありがとうございます。